決勝戦16小節2本、先攻ヨシュア、後攻超破壊生物、レディーゴー。いや食した三回より俺はネギとマイスだけで戦いじゃ、日本走るなれ国家ベイソーだし、ベイドの友達とリリースパーティー、さっき出す言葉の話かよ、ライビングフロー、まず甘すぎねえけど16のティアダーじゃまだマグで、でも適材適所俺のバシですから、こら俺の風こいつ涙目、フォーディピストル撃って俺は引いていくやで、こいつ見れば涙目、俺は起こす神風、バイク使い物になりません、ならば歩きながら枕仕事炸裂した脳症、俺は進化水仕事と両下らラーメンと甘かさに出たのらせんじょダメじゃねえぞ、日本橋で返しシルエンレコード、何度も言いますが神風では私に勝てません、私はミサイルすらも包み込みます、あなたは素行が悪いようですね、エッチなものはニュエーってなるからやめてください、私の顔が黄色いうちはまだ大丈夫です、私が黒くなるときは本当に怒っている時、そしてさっき言った通りピンクの時もあるんです、そんな話をしたところで何も変わらないでしょう、あなたに総合成績をつけるとするならば卒業おめでとう、確かに音楽のところはいいと思いますが国語の文法が全くなっていませんよ、俺は卒業式に桜の雨吹かすから大丈夫だぜ、黄色も緑もいろいろピンクもあるけどボカロ揃ってるでしょ、大丈夫だぜアピスポークパタヒロ、白黒付けに来たなしだろ、暗殺教師好きでる女の音楽だってライブフロー、しっかりかましてこいよマーベフ、Yeah, 16のに大丈夫だぜ、yeah, ヤンキーボーイもヤンキーマンも声からして言うの、俺がしっかりここに異世界でして日本橋レベルで下のスターの代わり、俺は音たっぱらしプロを吸い込めながらプロ、同行できない一発まずは投入しているでしっかりメイクメイクを見てみな、あなたは確かにスター性はあって将来は国を動かす側の人間になってそうですね、そうなってくれたら嬉しいですけれど私から言うことは他にありません、エンドの E 組を抜けるようなラップスキルを持ってくれて A 組まで言ってくれて私は嬉しかったです、死神と呼ばれていてこの雪村あぐりさん、私はあなたが目指した教師になれたでしょうか、それぐらいの気持ちです、あとは私のここに優しくそっとナイフを刺してください、無理な殺意はいりません、優しく落とすだけでいいんです、もう言うことはありません、卒業おめでとうございます、ですが私はまだピンピンしていますよ、知っている人は知っていると思います、私の弱点は水です、この後お酒を浴びたら殺すことができるでしょう、次のイベントまで殺せるといいですね、超破壊生物にもう一度大きな声を。